もうすごいですよ、もう嬉しいね、わーすごいですね、あーっとこっち半分全然手振ってくれないこっち半分、あーありがとうございます、うわー嬉しいわ、みんなって今度こっち半分手振ってくれ、あーあーありがとうございます前の人大丈夫ですか、あーありがとうございます、嬉しいですね、オリオンリーグと言いましてね、はいはい、タモヤセとボー君です、なんですけどもね、はい、まあ、ボー君なんてね、はいはい、出身で那覇出身、家すぐ近くだよな、泊まり出身、泊まりなんですよね、はいはい、でこの中にもしかしたらなんか知り合いとかいるんじゃない、ね、こんだけ人がいたらいる可能性ありますよ、あっ、おい、嘘でしょ、え、はいはい、え、マジマジで、え、同級生、初対面です、なんでテンション上がった、あとやめて初対面っていうフレーズ出てこないっていうの変な間空いたよな今な、なんか怒りましたから、いやよろしくお願いしますね、僕たちね、はいはいはい、今こうやって元気よく飛び出してきたじゃないですか、元気でね、オリオンリーグっていうんですけど、はいはいはい、皆さんがね、うん、僕たちを見てパッて思ったこと僕ズバリ当てることできるんですよ、僕たちの特徴、結構当たるんですよね吉本芸人出てきた、たくさんいるだろ、俺らの特徴じゃないから別に、生の吉本芸人、生の言われても何も珍しくないですよ、生の本当にね、はい、まあえて付け加えると生のすみます芸人ですよ皆さんね、ですよ、はい、ちょっと誰もピンときてないんですけどもね、来てない、まあまあ頑張っていきましょうよ、まあ、どちらか分かった、はい、分かりました、皆さんが僕ら見て思ったこと、はい、これ当てますよ、いきますよ、はい、誰ってあーそっちか、一番ピンときてる、そっちか、ね、まあね、ベニーモタルトとね同じ配色のシャツでやらせていただいてますけど、はい、皆さん知ってました、うん、あの今の時代もう5人に1人はキラキラネームが付けられてる、キラキラネームね、そうなんですよね、懐かしいね、流行りましたよね、そうなんですよ、子供にねキラキラネーム付けたいなと思うんですよね、あ、どんなキラキラネームにしようか、可愛いのあるんですよ、可愛いの、7音、これなんて読むと思います、7音、これでドレミ、ドレミ、ドレミちゃん可愛いですよね、可愛い、こんだけ可愛い名前つけたらめちゃくちゃ可愛くそうだってモテると思うよ、モテるんすか、うん、え、告白とかされる、ドレミされるね、え、ドレミちゃん告白されたらどうなっちゃうんすか、どうしようかな、ドレミちゃん告白されて迷ってますね、皆さん見えづらいと思うんですけど、つま先で地面に行った音記号書いてますよ可愛いね、あ、可愛い、他にも可愛いのあるんですよ、他にも希望の木、希望の木、姫、姫、これで何かもと思います、希望の木に姫、希望の木に姫、これでキティ、キティ、可愛いキティちゃん、可愛い、めちゃくちゃ可愛いですよね、じゃあ僕もっと可愛いの思いつきました、まあ、何何豚肉って書いて、いきなり可愛くないな、ラフティダメダメ、ラフティは可愛くない、モテないだろうな、めちゃめちゃモテて告白されます、告白されたらなんて言うの、アグー、やめろマジで、アグーはダサすぎるだろ、可愛い、かっこいいのもあるんすよ、あ、かっこいいの聞きたい、皇帝って書いて、あ、王様とか、王様とかね、これでシーザー、シーザー、シーザーくんかっこいいですよね、ピンときます？きますよね。皇帝でシーザー、この絵きますよ。本当いいのあります。あ、何何？守る神って書いて。守る神。シーザー。沖縄感強いなまた。果物って書いて。果物。シーコーサー。他にもあるだろ果物は。拳って書いて。拳？レゴサー。レゴサーうるさいなマジで。だったらいいの思いつきましたよ。いいの。とっておきがあるんですよ。とっておき。色。男って書いて。色男。色男。これでシカサー。どうですかシカサー皆さん。良くないですか。さあ、付け合わすんなマジで。かわいそうマジで。さあ、吸い込まれていった向こうの海に。俺の、うわ、吸い込まれていったから。ミントこれもっとなんかかっこいいのあるんすよ。もうとっておきますね皆さんに、ね。110、110って書いて。110。そうそう、これでライオン。ライオン。ライオンくん。110でライオン。かっこいいし無敵ですよね。無敵。うん。あ、それだったら僕もっと無敵なのありますよ。110より？年中って書いて。年中。ユニオン。無敵だけど。無敵だけど。俺が思ってた無敵とまた違うな。だったらいいのありますよ。いいの。半A の A。A 級の A。A 級の A。A が3つで。3A。あ、いいっすよね、サイヤね、なんかいいの思い浮かべました、何何何、金曜日の金に、金曜日の金、秀吉の秀で、これでなんて読む、神秀、そのままだな、そのままなってんのよ、もっといいの思い浮かびました、焦ったとこで神寄った、浮かんだ、何それ、哀愁って書いて、哀愁、プリマート、懐かしいけど最近見ないけど、俺子供につけないのよスーパーの名前、マックスバリューってどんな感じ、やめた、マックスバリューは子供がかわいそう、どんな感じ、マックスバリューはかっこいいけど子供にスーパーの名前つけないから、そうですか、やめて本当に、あ、ちなみにタモリさんの下の名前は何て言うんですか、かける、かける、うん、キラキラネームだね、タモリさんまたメス